長谷本寺は奈良県大和高田市にある新言州の豊山派、市内最古の寺院。三号を明恩山と称する。本尊は長谷でらがった十一面観音菩薩。開山は七百十年、何との構想であった大満商人とされる。日本最古の感動横王寺に面している。藤原時代の闘身の仏像。 古い順に派生寺型木造十一面関税音母殺立像と木造株と抜尾社門店立像、木造殿薬師如来座像が終作であり奈良県中南部山和高田市に残る有数の古作として大変貴重な造群であるその他にも江戸時代にかけての仏像が数十区祀られており山和高田市で最も仏像の数種類ともに豊富である近年は 防犯のため、タフ県などからも、仏像を観に訪れるが、基本的には、地元の檀家信者寺であり、観光寺院ではないため、貴重な仏像が祀られていることも、地元でもあまり知られていない隠れ古寺でもある。明治時代初期の廃仏希釈運動により、寺領が失われただけでなく、多くの寺宝とともに古文書等が散逸してしまい。 長谷本寺の正式な歴史を把握することが大変難しくなっている。ただ、1193年頃の磯野章小津はすでにその名が登場しており、1400年頃の中心金布山、メ打伝数字には当時の場所等が記されている。また1553年には、先の右大臣正明院府三条西金枝が、吉野茂での際、 木との道中と二度にわたり宿泊したことが記録に残っており、基人を接待する寺院であったことが伺い知れる。1669年には、新城半藩,藩主であった、桑山修理助により、本堂が再建されている。1722年の山和国区図下軍高田寺、寺内長寺社長には、本堂、境大一屋念口等が詳しく述べてある。五水安和歌や。 竹園日記等の話の中にも記されている。滋賀県の高島郡三尾の白蓮華国に約30メートルほどのクスノキが生えていた。この木は常に輝き、かんばしい香りがする不思議な木であった。6世紀初め大洪水により大津に流され、その漂うところに色々と不思議なことを起こしていた。これを奈良県柏原市の小井門市が 王府の冥福のために仏像を作ろうと思い、運んできたが着工できずに亡くなった。後に、出雲神、大水三ャ法勢が、自分の里の桂木の死に、観音を刻んで祀ろうと、この大和高田の当時の前まで来たところ、不思議にも大盤弱のごとく、動かなくなり、やむなくそのままになって、法勢もまた死んでしまった。そのうち、この木を切ろうとする人はたたりを受け、 礼拝供養する人にはご利益があり、ついに人々が神木として参詣ししも立つ様であった。この噂が天朝に達し、当時の構想、大満菩薩が使わされて、礼木を記念し、刻み始めた。ところがマイヤになると、のみの音が妙に響くためいように重い礼木に、近寄ると、この一音ごとに観音の姿が鮮やかに刻まれていった。これを安置したのが、 当時の本尊であり、三号の明音山は、のみの音に禁因しているという。なお、霊木の残りは、当時の墨染衣もの袖に惹かれ、東の桜井市初瀬の長谷寺の本尊として祀られ、当時本尊と同系僧礼の存像となる。したがって、本をつけて、その由来を表していると言われている。大規模な調査としては、昭和二十六年一月十一日、県立山取駅 長谷本寺伝、薬師如来山和歴史館では、藤原初期の手法を最も端的に表しており、文化財保護法では、優秀文化財は一旦重要文化財に指定し、さらに優秀ものは国宝に指定されるが、長谷本寺の関税音はまさにこの国宝級であると、コメントしている。また、兵庫県園教授の釈迦山尊の両脇町像や、 京都府全上寺の十一面観音ともに十分と、形状等に多くの共通点を指摘できる。桜井市長谷寺の体観音像は室町期に再建されており、長谷寺型として守られてきた当時の観音像の方が、古く体観音像消失前の形をもとにして刻まれている可能性もあり、桜井市長谷寺との関係も見逃せない。堅実な町儀の株と罰び門店であり、 古式で誇張を抑えた表情は恩恵なものである。地点像はふくよかで温和な表現である。奈良県内でも保存状態も割合によく、平安時代の異例として重要な作品である。長谷本島への伊勢本海道、横王寺。ありがとうございます。